そしたら、ここ、まあ、エッジボイスは、うん、芋づる方式でできるようになってるんですよ。なるほど。そうなんですよ。デスボイスに含まれてるんですよね。そういうイメージ。いやー、それをみんな知りたく、人めちゃくちゃいると思うんですよね。まあ、そうなんですよね。今日の番組は、今日のスポンサーステーションだ。はい、どうも皆さん、こんにちは。エマイスクリーム講師のデスの兄様、ほんと。はい、九州大学で音声研究してます、リーと申します。よろしくお願いします。はい、今日もリー先生をお出迎えして、動画撮っておりますけど、はい、ですね、ちょっと今日は、うん、ちょっとフリートークみたいな感じ。フリートークそうなんですよね。ここへ来てフリートーク。そんなに決めてない。正直決めてない。いやもう全然決めてない。はい、でも先生だって動画何回出てくるのか結構出ましたよ。10回は行ってないですけど。そうですね。でも10回ぐらい行ったかもしれないです。なるほど。っていうので、先生も多分これに慣れてきたっていう。うん、いやー本当になんかこう、喋っちゃいますね。いやでも本当にそうじゃないですか。本当に本当にだって。確かにちょっと慣れたかも。今こうして僕今日福岡にお邪魔してまして、はい、例のごとく、まあ、スクリームの研究ですよね。そうですね。参加させていただいたりとかで今日はお邪魔してるんですけど、はい、今こうして対面でお話しできるっていうところで、はい、まあフリートークなんですけど、うん、後で先生の方でも同じように、そうですね、今からね、とある話題を軸に、あるタイトルを軸にですね、うん、お話をしていこうかなと思うんですけど、はい、それに関した動画も後で、うん、先生のチャンネルでも同じように上がるので、はい、ちょっと違う内容で上がるので、ね、チェックしてほしいんですけど、その主題というのが、うん、エッジボイスなんですよ。なるほど。エッジボイス、うん、あーこれですね、これね、すごい細かいわ。これね、これなんですけど、僕のチャンネルで、今からお話するのが、うん、エッジボイスからいわゆるスクリーム、デスボイス、うんうん、シャウトに繋がるかどうかっていう。なるほど。有用かどうか。これは知りたいよ。これなんですよ、うん。これ永遠のテーマなんですよ。で、何が問題かっていうと、うん、盲目的にやってる人が多すぎるんですよ。なるほど。エッジボイスやっときゃいいんでしょみたいな。あー。てのも、エッジボイスをなんかすれば、シャウトになるよっていう人が多すぎるんですよ。無責任に。これでも、マジで多い。はい、実際にそういうアプローチって、まあ、結構ありますよね。あるし、うん、あるし、僕も言ってますよ。よく言ってるけど、うん、いや、まあ、いろいろあるよ、そりゃ。っていうところなんですよ。うんうん、エッジボイスだけじゃないんですよ。うんうん、エッジボイスだけじゃなくて、てか、まあ、ボイトレ全部そうだと思うんですけど、はいはいはい、エッジボイスが合わない人っているし、いや合わない人の方が多いですよ。これ、どちらかっていうと、うん、僕もエッジボイスできない人だったんですよ。そうですよ。できない人というか、うん、まあ、出れば言ってたんだけど、うん、自分の中でも結構締めたりとかしてるし、はいはいはい、これあんまりいい発声じゃないって分かりながらやってるけど、うん、これをやったらシャウトできるのかなっていう時もあった。そうだけど、なんですよ。それは、やらなくていいって言われてから心が楽に。あ、そうそう、そうなんですね。それできなくても、ちゃんとできる可能性あるんだ。全然できますよって多分最初の時に申し上げたんだと思うんですけど、うん、それは僕は生徒さんとかにも言うんですよ。うん、エッジボイスできないんですけど、大丈夫ですか、うん、すごい不安げな顔で、最初のレッスンで僕に聞いてくださる生徒さんが、うん、大丈夫です、できますって言うんですけど、関係ないって言うとあれなんですけど、もちろん、できないことはない方がいいので、はいはい、できた方がいいんですけれども、うん、できなくたって全然できますよ。で実際僕の生徒さんでエッジボイスできない人なんてめちゃくちゃいるし、うん、ただなんだろうな、必要な要素の1個みたいな感じなんですよ。なるほどなるほど。できた方がいい要素の1個ではあるし、はいはいはい、例えばできない人がいるじゃないですか、うんうん、その場合は、他のアプローチで結局できない人に関しては行くんで、うんうんうん、それで例えばデスボイスできるとするじゃないですか。 できるようになるんですけど、うん、したらここ、まあ、エッジボイスは、うん、芋づる方式でできるようになってるんですよ。なるほど。そうなんですよ。デスボイスに含まれてるんですよね。そういうイメージ。いやー、それをみんな知りたく、人めちゃくちゃいると思うんですよね。まあそうなんですよね。うん、だって、エッジボイスずっと練習して、そう。できないできないって人多いと思うから、ちょっと最近なんですけど、はい、僕もずっとこう教えてもらってて、全然まだまだなんだけど、はい、いやいや、ちょっと、エッジができるようになってる。そうそうそう、そうなんですよね。うん、だから、ゼロ件。まあちょっと、こういう感じでよければ、割とリラックスしながらでも、エッジ感が出てきてるんだよね。力は入ってないですもんね、うん、ギュッてなってない。そうそうそう、前は多分ってやろうとしてた。そうですね、そうですね、そうですね、ちょっと爪が入ってたかもしれないです。だからなんかこう多分いろいろ変わってくる、きてるんだと思うんですよ。そうなんですよね、うん、その目安にはなるっていう。なるんですよ、そうそうそう、うん、なんかその0か100かじゃないっていうか、エッジボイスできなくてもできるし、うん、なるほどね。できるようになったらエッジボイスできるようになるし、うん、もちろんそれでもできないパターンもあるけど、それは別に問題ない。だからそのエッジボイスができることは一つのまあ有利なポイントだったり、そこから の, そのアプローチは確かにあるんだけれども、はい、それ以外のアプローチもいっぱいあるってことですよね。いっぱいあるし、エッジボイスより大事なこともいっぱいあるし、いやそれみんな聞きたかったと思いますよ。いっぱいある要素の中の一個でしかないんで、いや大事な重要性全然高くないですよ、うん、全然高くない。ただこういっぱいある要素っていうのは
全部できないといけないんですよ、うん、あのいろいろやろうと思ったんです、はい、あの例えばその人が、うん、ある声を出したいってなった時に、うん、エッジが必要な場合があるんですよ、うん、どうしても最後の一ピースみたいな、はいはいはい、それっぽいもう例えばここまで欲しいんですけど、うん、ここまではできると。なるほど。あとここ欲しいんだけどの一押しになることはあるんで、うん、その場合は必要になることがあります。ただ、はい、それですら代用できるんですよ、うん、なるほど。エッジのポジションを取る、まあまあ、いろんなねことがあるんですけど、うん、あるけどね、うん、いろんなことがあるけど、それですらいらん、いらない、いらんす、それですらいらん、その一押しですら他の代用がいくらでもあるんです、うん、のでこれどうすか、これどうすか、これどうすかっていろいろ処方箋を出すんですけど、それで どれかハマればいいんで、わかる。だからメソッドって一つじゃないよね。まあ、これは本当にクリーンでもそうですけど、なんかそのなんか特定のメソッドっていう、まあ、僕はそういうなんかその商業的なものを批判するつもりはないけど、ないですね、たった一つだけをやらないといけないことではない、発生っていうのはね、いろいろなやり方があるので、本当にそう。ただ本質的にこれをできないといけないっていうところもあるから、そこは徹底的にもちろん、まあまあそうですね、それはあるんですけどね、うんうんうん、それはエッジボイスではないということ。全然ない。なるほど。全然ないです。これね、ちょっと実は今その研究を、ひずみ声の研究してて、ひずみができる人たちを呼んだりするじゃないですか。はいはいはい、で、こう内視鏡を見ると、こう一般まあできない人に関して言うと、大体見えないんですよ。こうでき、あ、なんか、はいはい、よくわかんないんですけど、ギュッてしまってるから、はいはい、大体ね、デスボイスできる人は見えるんですよ。まあまあそうなんですよね。だからこう関係がないわけではない。関係ないわけです。だけど。そのために、うん、一生懸命エッジボイスを練習する必要は、まあ、とりあえずはないということですね。そう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 、いろんなアプローチがあるから、結果できるから、みんな頑張ろう、みんなそういう感じ、そういうポジションですね。そうですよね、そういう感じ。いや、そうだな、本当にそう、それが言いたくて、うん、いやでもこれに関して言うと実は僕も喋りたいことがある。そう、それをディズニーチャンネルであげます。みんなエッジボイスってミックスボイスにも必要と思ってない、それについて語るわ。見なきゃ、はい、見なきゃ。そうっすね、はい、そんな感じで、これフリートークです。もう何も台本とか流れとか何もない状態でいろいろ僕が話したいことだけ話したんですけど、うんうんうん、まあこれを聞いて、なんだろうな、今までそのちょっと盲目的にエッジボイスやっちゃってたわみたいな人とかの背中を押すじゃないけど、他のとこに踏み込む背中を、確かに確かに、うん、押せたらいいなっていうちょっと願いがあって、逆に言ったら諦めなくていいわけだから。そうです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 。僕が挙げてるそのエッジからのアプローチの動画とかも別に1個でしかないんでね、1個の提案でしかないんで、参考にはしてほしいですけど、参考にしすぎるのもまあ良くないというか、こうならないでほしいなっていうところであげましたんで、はい、今日の動画ぜひ参考になったよと、いう人いたらぜひ高評価と、あとチャンネル登録もしていただけると嬉しいので、はい、はい、よろしくお願いします。ということでね、じゃあ次李先生のところにね、バトンを渡したいと思うんで、はい、そんな感じで皆さんぜひ、はい、チャンネルにお越しください。はい、ぜひぜひぜひ、ありがとうございます。